放出に関する問題が続いているところなんで、やはりなかなか物資が届かないんです。2週間に1度ぐらい南相馬の方に来てるんですけど、今日ですね、それでトータルでは160世帯にその食料品を渡すことができました。